9月22日のミクラインのメールテーマは、〇〇さん、月が綺麗ですね、好きな思いを伝えましょうです。夏目漱石が I love you を日本語に訳した月が綺麗ですねという言葉を使って、あなたが好きなもの、ことを教えてください。文章の書き出しは、例えばラーメンさん、月が綺麗ですね、まあイコールラーメンさん I love you ということですね。はい、ただしまあスタッフさんからの意見で、これちょっともうごめんですけど、ミックは、まあ、みんなが好きだからミックさん月が綺麗ですねはなしで、ごめんなさい、これは私はい、まあ、あんまり来ないだろうからいい、いいんじゃないですかって思ったんですけど、スタッフさんがやっぱちょっとそれはいっぱい来ちゃうんでっていうことだったんで、申し訳ないんですけど、それはすいません、ごめんなさい、受け取れません、これはごめんなさい。はい、それ以外で送ってきてください。はい、